我々も在宅勤務を強いられてますけども今日はね、はい、珍しく通話で、まあそうですね、テレワークですね。テレワークですね、いや本当にねふと考えたんですけど、はい、俺たち4人全員の共通の話題ってないよね実は。いやなんかもう急に来たテレワークからね。いやオープニングのトークと全然いやそんな話しなくていいじゃんって広げなくて重い話始まると思ったのに。そう。いやなんか俺たちのことを仲いいと思ってるやつ多いからさ。ちょっとこの辺で思い知らせておかないと。なるほどね。分からせておこうかなって思って。そんなだぞって。そんなだぞって。そんなだぞって。本当に実況の話しか共通のマジで4人全員話す話ってないもんね。ない。実況の話知ってる話。だ例えばささっきとかもあったけどなんか、うん、だいたいありがちなのがゲームの話し始めるとキヨが黙る。そうするもんね大体ね。なんか興味なさそうだったもんね。バイオとかの話、ね、そうそうしてたら、うん、ああそうなんだ。すっげえ気を溜まるじゃん。俺とガチさん楽しそうに話してたのに。そうね。うん、あとはなんか漫画の話とかし始めると今度はガチさんが黙る。はいはい、はい、わかんねえしな。わかんねえしな。よくあるねそれ。そうそう。あでも今のところ俺とキヨ君、あ俺いるぞずっと。確かに。俺とシーはいる。あとなんだろうな。あまあスポーツの話とかすんのも俺とキヨだけだったりとか、ね、そうだね。そう2人パターンとかもあるからね。2人パターンもあるね。テレビの話とかだと俺とキヨ だったり俺少ねえな。そのおかしいな。俺少ねえな。いや俺ゲームにもうゲームのパラメータ尖りすぎてるから、まあ、ちょっと特化してるとこありますけどね。ちょっと他の話するとガシさん消える。だお前らおかしいよ。ゲーム実況者だよお前ら。いやゲームの話もするよ。俺らはなんでついてこれない。ゲームの話はするけどさ、うん、ゲームの話なんで乗ってこないの。おかしくない、おかしくない。ゲーム実況だ。ゲーム実況さ、まあ、おかしいな。オタクの界隈の話で盛り上がるでしょ普通は。そう、いやだからなんか4人全員できる話ないかなって思って、ちょっと探そう。なんだろうね。なんだろう。4人全員できる話。そもそも今まで通ってきてることがあるってことだよねきっと。まあね。はいはい。めっちゃ流行ってたらさ、絶対どっかで通るじゃん。うん。うん。それがあるんじゃない？じゃあ小学生ぐらいからちょっと思い返してみればいいんだよ。小学生から思い返すの。小学生の時一番やってた遊びとか。いいね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 。バトル。俺は。あ無理、あ俺そこついけないいけない。俺バトエンやってたよ、ね、ポケモンもドラクエもバトエン。そうポケモンもねそうだし、バトエンポケモン小学生の頃でしょ。小学生一番やしたもん鬼ごっこかな。かわいそうに ゲームも買ってもらえなかったんだろうね多分ね。本当に本当に平成の子供かお前。いやだって、うん、でもほらゲームとか言っちゃうとあれからさ、ほら例えばさミニ四駆とかさ、ああまあミニ四駆もああミニ四駆やった、やってた世代だね。やってた、うん、レッツ&ゴーでしょ、みんな。そうそう、コロコロコミック。俺だけダッシュ4クロなんだけどさ。分かんないよ。セーバーじゃないもんね、ガシさんの知ってるミニ四駆。俺はアバンテジュニア。アバンテだもんね。アバンテ世代か。なんとかスコーピオンとかあの辺ですよ。ちょっと分かんねえな。そっか。あでもまあ、スコーピオンの方だからな。あそうだね、スコーピオンは、うん、1K だから、レッツ&ゴーか。そう、そう色変わんだよ。わかんねえの。あのゲームめっちゃむずいから。あ、そうね。あれ全然クリアできねえの。ゲームボーイのやつ？いや、スマホですか？ゲームボーイもあったけど、うん。あの限定版がクソ箱でかいやつじゃないの？そうそう。スーファミに通じた通じた。ボディがついてくるからね、シャイニングスコーピオン通じた。そう、俺それ売ってたお店で。あ、そっか。売る側だったけど。これみんな共通の話題だね。共通の話題、共通の話題。嘘でしょ。俺シャオバイロンっていうクソみたいなミニ四駆1個しか持ってなかった。何それ聞いた。それ知らん。名前だけど。それ知らん。ドブに落ちたんだよ。なんでセイバーじゃねえんだよ。
これ知らないよ、ホームセンターにそれしか売ってなかったんだよ。他全部買われてんだろ。でもね、めちゃくちゃでかいね、なんか工作キットみたいな入れるやつは持ってたの。ガシャンってこう開く、あれ超かっこよかった。開いてちょっと階段状になる。そうそうそう、あれ超いいよね。やべ、それわかんねえ、やべ、それわかんねえ。しか持ってない。嘘。あ、パーツとか入れるやつ、パーツ、モーターとか入れるやつ。あ、ツ入れるケース。あ、わかるわかる。透明。あ、使った使った使った。開くとこうね。俺らあれだ、ミニ四駆入れるケースの話だ。見つけた見つけた、共通の話題、みんなができる話、ケースの話。そう、一番下のスペースにあのマシンが3台ぐらい入る。ちょっと透明、ちょっと透明な感じのやつ。チャリのカゴに入れて友達ん家行くやつ、ね、はい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 。これは視聴者が分かってない。分かってない。分かってないか。ダメか。視聴者も分かんないけどダメか。いや、まあ、視聴者は最悪いいけど、見てる人は最悪いいけど。1個見つけたから、1個見つけた。まず1個見つけたわ。あ、よかったよ、見つけんと。ミニ四駆じゃなくて入れるケース。何いや、でもあれかっこいいから、ケース。あれかっこいい、ね。名前も。それの話することねえよ。二度とねえよ。小学生の頃ってまあ大体ミニ四駆、俺らの時代はガンプラとかだったけどさ、うん、あーガンプラね、違うからな、ちょいちょい作ったけどな、ね、小学校の時じゃないな、あれ、ね、ビーダーマンとかは、あ、ビーダーマン、あ、やったやったやった、うん、64のゲームずっとやってたよ俺、うん、え、64にやったの、スーファミのはやったけど、え、64のやつあるよね、あるんだ、あのバトルフィニックス、そう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 、あ、はいはいはい、そうそうそうそ、いっぱい種類があったな。ビーダーマン、あれでしょ、なんかお腹の方にビーダーマン入れてこう押し込むと飛ぶやつでしょ。そうそうそう、わかりやすい。わかりやすい。すごいわかりやすいな。俺、いや、俺素晴らしい。ついていけるじゃないか、俺もちゃんと。ビーダーマンはね、確かにね。うん。まあ、やっぱ漫画、コロコロコミック読んでたから、その時は。ああ。あの、ビーダーマンで、あの、転がってくる鉄球を止めたりするからね。どういうこと？響くから。そう。ああ、そうなの。鉛玉みたいなの飛ばしてくるやつがいて、それをビー玉で止めんな。通じるかな、これ、わかん。そう。ここはみんな買ってたの？このシーンわかんねえか。来た。のコロコロ。コロコロは読んでた。ずっと読んでた。コロコロ読んでたよ。子供の時はコロコロだった。行くまではコロコロだね、やっぱり。そうね。ちょっとここ物申すことあるんですけど、ん、うん、物申すの、あ、ボンボンか、お前ボンボンか、コミックボンボンだった、ボンボンだな、ボンボンなんだ、ボンボン、読んでるやつエロいイメージしかなかったんだけど、いや、エロかったもんだ、ちょっとたまにちょっとおっぱい出るぐらいで、はいはいはい、少年したのに、だ多分ガスさんの時と、うん、うん、サイボーグクロちゃん、そんなのじゃない。俺の時代はあのやっぱアホーガンとかの時代。何アホーガンだよ、アホーガン。なんでアホーガン、そうだな、ガッツさん読んでそうだな。あのチンコが伸びるやつ、あのうわーって、うんばらこう待ってたからチンコ伸びるやつ。ボンボン読んでたやつも知らねえんじゃねえのそれ。大丈夫これ通じる。いや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 、ボンボンはクラだろ、クラ、そう、ごめん、伸びるな、伸びるな。ハルク・ホーガンをモチーフにしたギャグ漫画があったんですよ。アホーガンっていうね。でも、俺らのコロコロ一番強かった時なのよ、小学生の時。そう、ね、いや、あの、俺らの時もコロコロが一強でしたよ。あ、そうなんだ。その時もボンボンは少ないんだ。ボンボンはね、クラスで2人ぐらいしかいなかった。学年で 5人か6人ぐらいしかいないぐらい。そう、異端児ですよね。え、その時一番有名だったのは何なの、ボンボンで。ガンダム。ガンダムだね。SD ガンダム。ちょっと大人だね、やっぱボンボン。だボンボン読んでたやつはガンダム好きなんだよ。そう、俺ガンダム派だったので。うん、でガンダムあんまり知らないからさ。ああ、そうか。ガンダム中学だ、中学からだな、俺。まあ、子供の頃見るもんじゃないよ、確かにね。うん。俺、共通の話題が途切れてしまった。やっぱ透明のケースだけか。あれだけか。ガスさん読んでた漫画とかないの、ボンボンとか以外で、その後。あれじゃ、少年ジャンプはずっと読んでたからさ。俺ら結構漫画の話多いからさ。ジャンプはね、そうそうそう。うん、あんま入ってこないじゃん。うん。だって、あのね、ハンターハンターは俺がもうジャンプ読まなくなったあたりからやってたので。誘惑は？そうなんだ。誘惑者は知ってるよ。あ、誘惑者知ってる。あの1巻とか2巻の頃は全然バトルモンじゃなかった誘惑書。あ、そう、その時一番好きなの。いや、でもその時が一番好きなんだ。でもタヌキのやつね。タヌキのやつね、そう。そう、それね。そう、最終話の近くでちょっとそこに戻るのがいい、ね、あ、戻るっていう、戻るんだあれ、最後の方見てないんだよな。
最後見つけたと思ったら皆さんどこまで読んでんだろう、トクロぐらいなのかな。そうね。いやでも潜水からハンターハンターっぽくて面白いんだよ。でもそうね、ああまあゲームがね あるからね、うん、トクロ B 級だしな所詮。そうだ結局ね所詮 B 級だからあいつ。お前ら意外と詳しいな、その辺な。いや読んでるよ、ジャンプは。ビル平らにするのに2分かかんだぞ、トグロ。詳しいな、一応 見せたけど、そこまで、トグロ兄と弟の、まあ、弟が、ね、あの、なんだっけ、筋肉ボリボリのシュワルツネッカーみたいなでしょ、ね、そうそうそう、蝶野さんみたいな、うん。あれはね、あれは見てたな、だから、暗黒武道会以降はあんまり見た記憶がないの、確かにな。あいつ B 級ってありえないからな普通に考えて、うんね、ちょっと悲しかったもん。そうなのって、ね、でもさあいつの最後の広がっちゃった広がってるね。いや世話ばかりかけちまったなって言って消えるシーンが俺すごい好きなの。一番最後のいいね。そうなのよ。まあそれは置いといて、まあまあね、まあ、ドラゴンボールとか、うん、ドラゴンボールか引っ張るな、お前大好きじゃん。腹減ったな、そんな細かく覚えてる。そう、人食わねえからね。あ引っ張るな、でもまあそうなんでも、まあ一応分かるは分かるけど、そんなになんつうの詳しくはないよね。ジョジョとかも異常に詳しい漫画とかないの？これは自信あるぞ、これだけはっていう。そこに俺らが合わせていけるかもしれないから。確かに。確かに。異常に詳しいっていう。確かに合わすわ。タルルト君？タルト君あんまり見て、あ、興味なかったから、あんま読んでなかったな。正直、腹骨つむぐらいしか分かんない。原子力。原子力発電パンチね。そう。さすがにスラムダンクとかだったら分かる。あ、まあ、スラムダンクは、でも、途中がだいぶ抜けてんでね。え？スラムダンクで途中抜けるってあんの？だから、そんなに長くない。最初のうちは、安西先生の三井とかのやつは見てたんだけどさ、うんうん、あれだよね、だから湘北ギリギリなんか予選で2位かなんかで、ああ、海南に負けた時だ。ぐらいね、ぐらいと、その後って結局だから、あれだよね、全国行けないんだよね。うん、いやもうそこまでしか知らないって夏休みのアニメでしか見てないやつだから。しかし覚えてない。夏休みのアニメでしか見てないやつはそこまでしか知らない。だから最終回とかの中途半端なんだよ。急に終わるから、いや見てるんだけど、花道が要はその怪我しちゃって途中から出なくなっちゃってっていう、うんうんうん、ああいうのは覚えてるんだけど、途中ね、読んだのが昔とかだったらさ、まあでもそっか、何十年も前だったらそんなもんだよね。そう、むしろだって今配給の方が詳しいもんな、そしたら。マジか。あ、そうなんだ。配給も連載長いからあんま覚えてないこと多いな。でもここ最近のはまだ見てないけどね。うん、26巻ぐらいまで読んだ。読んでないな。今30ちょっとだかな。うん、まあ一応ね見てはいるんだけどね。なるほどね。あ、ジャンプ今の作品読んだりもするんだ。でも、あ、じゃ鬼滅の刃ももちろん今も全部見てる。マジか。見て見てる。鬼滅読んでなさそう感すごいのに。確かに。いや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 。なんとなくね、イメージとして。俺いつもあれだぜ、全集中の水の呼吸してるぜ、いつも。いつもそんな感じ。すげえ適当なこと言ってる。いつも全集中の呼吸してるもんだですね。いつもすごい。いつもやるのに炭治郎めちゃくちゃ苦労したのに。今もしてる、俺の呼吸でいつもマイクが壊れてるもんね、俺の全集中の呼吸でね。適当じゃん。いや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 、ひょうたんを壊すぐらいの勢いでやってるってこと。いつもやってんの？いつも全集中の呼吸してるから俺。クソでかいひょうたんな。ひょうたんパーってやる。見てる見てる、バッチ。俺何巻まで読んだかな、今 19?最新刊が19巻。いや、こんなすげえブーム来る前に一旦止まったわ、うん、俺普通に。こんななると思わないもんね。アニメで急激にブレイクしたからね、あのね。そこまでもう終わりそう感あるけどね、鬼滅、うん、終わるんじゃない。そうなんだ、うん、いや面白かったよ今週、うん、お前本誌は読んでないのであんまりネタバレはやめてほしい。そう、もちろんしないけど。もちろんしないけどさ、いつ上がるのか分かんないけど。見てる人もあれだから。何したワンピースは、うん、今週良かったよ、ワンピース。あ、確かに今週ちょっと、うん、追ってましたね。正直、空島以降知らないんだよね。ああ、空島か。空島で泊まる人もなぜか多いな。いや、空島で泊まる人多い理由わかるわ、でも。うん、なんか多いよね。まあね、
でもその辺まで止まってる、多分もあるだろうからね。15年ぐらい前に止まってるよね。そうなっちゃうね。そうだよね。高校生の時だもんな。ガチさんそっか、空白の15年か、ガチさんは。多分ね、ちょろっと見たんだけど、うん、そんなに記憶がない。あの、あ、でも空島じゃない、はいはいはい、ギアセカンドとかしたから、空島の後もちょっと見たのかもしれないな。あとかな、あとだね。結構飛ぶね。だいぶ飛んだよ、それ。確かね、昔、あれだよ、コピー機の営業やってる時に、暇な時にさ、買って、ずっと営業中読んでたんだ気がするね。それの記憶で少ししか記憶が残ってないね。それ以降見てない感じかな。はいはいはい、でも、ワンピースでも通じるは通じるからね。その、お話自体は通じないけどさ、そのキャラクターの話とか。まあ、今でも通じるから、ね。そうね、話の順番覚えてなかったりするけどね。いや、する。うん。どこが先だったかとか。あ、でもなんかさ、伏線回収みたいな動画、うん、ああ最近ね、あったね、公式で上がってて、へえ、公式なんだ、おーって、ー全伏線回収開始みたいなね。いや、すごいって、ね、何十年というさ伏線があるわけでしょ、うん、すごくない？そうだよね、まみれだね。いや、今すごい、一番国民的漫画だったらもうワンピースなんだろう。すごいね。あ、売れてるからね。うん、ナルトの方が読んだな、そう考えたら俺は。結局忍者好きだから。ナルトね。ノーは読んだ。うんうん、それが理由なんだ。忍者好きで、ナルトの方は読んだな、最後まで全部。読んだけど、なんかナルトってあんまり覚えてないんだよな。俺もそんなに覚えてない。まあ俺、習慣で読んでるから、うん、ジャンプで。あ、覚えてないよな。そうそう。あんまりね。まあ、最後の方結構ごちゃっとするからね。最後の方、うん、こちゃーっとどうしてもしちゃうので、まあ、わけわかんない感じになっちゃうからね。意味わかんなかったな。うん、まあ、ちょっとわかりづらいかもしれないけど、うんうん、まあ、そっちの方が読んだ方が面白かった。うん、この人誰？このボス誰？って思ったもん。大月かぐやで、ね、大月かぐやで、ね。ああ、いきなりね、最後にね。突然知らんやつ出てくる。まあ、それはよ、まあ、共通の、まあ、アニメとかの、その、なんか、やっぱ王道は、ヒロアカも知ってるしね、俺もね。ああ、本当最近だね。意外と知ってるね。キャンプ系読んでるな。一巻まで読んでない。でもみんな完璧にできるってのは本当そんなないね。なんか、いやないよ、なんか惜しいな。なんか惜しいね。これだけは全員とみんな話が共通できるってのはなかなかないもん。まあ、ガチさんが喧嘩商売見てくれればそれで早いんだけど。いやー、それは悪いです。いや、バキは見たんだよ。俺も行くから。お前ら言うからバキはちゃんと見たの。バキはちゃんと最後まで見たんだけど。神っつって。そこまではね、さすがにね。なんか面白かったけどさ。殴られると勃起するボクサーがいいんだけどさ。それの話しようよ。そうだ、待って、俺も見るし、見てくれよ。俺だけじゃない。有吉も知ってるからね、それ。まだまだまだ、俺だけ、視聴者も絶対置いてきぼりだから間違いなく。だって絶対お前らしか見てないもん。そんなのないよ。こんなに俺らの煉獄の話してんだから。そうそう。そろそろ、ね、煉獄の話してバキと勘違いされるあるあるあるから、ね。またバキの話してるって言われる。そう。通じないっちゅうね、お前そんなもう明らかにも。いや、バキの話にする？いや、バキの話をしてもいいけどさ。バキしょうがねえからバキにするか、じゃあ。そうやってもいつもとも通って。ねえ。でも俺はあれしか、バキはあそこしか知らないからな。あのほら、うん、敗北を知りたいのシリーズ。ああ、死刑囚。カタカナバキで。そう、ね、あそこぐらいしかわかんないけど。俺もあそこが一番好きかもしれない。結構。まあ、そこが一番面白いよね。うん、そまあ、そっか。でも俺、武蔵編で一番好きなとこが、シーンがあって。語れるね。その空手をさ、空手を見せるんで、演武を。はいはい、うん、それもドキレタンのとこじゃん。そうそう。なんだてめえのとこだ。武蔵が何を踊っとるんだみたいなこと言って、なんだてめえってドッポが言うし、ドッポ切れたって書いてある。そう、あのね、連載中のドッポ切れたの編集の一文字が、あれすげえいい。なんだてめえ。俺、あの、なんだてめえのスタンプめっちゃ好きだもん。使いやすい、使いやすいんだよ。あれ、あそこが武蔵園で唯一いいところまである。じゃあガチさん、そういうことだから。うん、みんな勉強してきて。そういうことだから。待って、研究書を見ればいいの？一回読んで。まあまあ、まあ、バキは楽しかったから、まあ、見ればいいんだけどね。喧嘩ね。はい。流された。あしらわれた、また。ダメか。喧嘩書は読まない。悲しい。いや、別に読んでもいいんだけどさ。何面白いのに。本当に？
いやちょ俺らでもこれ全員で乗っちゃうと止まんないよ多分。大丈夫、まあ、確かに、ね、確かに、ね、止まんないね、うん、止まんない流れになっちゃうよ。なんか俺だけ結果商売なんで途中討論みたいな番組飛ばしたくなってくるからいつも引っ張ってもらうし、そうなんだ、あれ邪魔なんだよ。そっか、まあアニメのなんか漫画の話はまあもうある程度共通できない。俺初めて見たことはしないよね。しない。アニメはないね。アニメはな。漫画の話ですけどアニメの話しないでしょあんまり。全然、うん。でも見てるわけじゃん昔は絶対。そうね。昔見てたもの。デジモン。アニメも大体見んのはジャンプとかのやつだからな、見るとしても。ドラゴンボール GT だな。あ、そうそう。GT を出す、もう結構なかったことされてるけど。でも GT 良かったよね。GT 超面白いよ。結構好きだよ。そんなに覚えてないとこもあるけど。なんかあの覚えてないな。ここ最近のドラゴンボールの映画を見る限りだとさ、GT のことがなかったことだぜ、うん。スーパーとは世界線違うから。ね、でもスーパーより GT の方が良かったんじゃねえのってちょっと思っちゃってるからね。俺GT は結構最近見返してて面白いよ。あ、そうなんだ。あんまり見た記憶ないな。最終回だけはすげえ残ってんだけどな。最終回のね、あのクリリンと、クリリンとなんかちょっと戦ってるところ、ね。そうそう。え、クリリンと戦うの？いや、なんかそこまで戦わないよ。うん、ガチガチでやるから。最後のなんか挨拶回りみたいなの行くの。ああ、そういうことか。クリリンのラスボスみたいな。うん、ザードが流れるのがいいんだよな。うん。あの時そうだったね。懐かしいな、ね、ドラゴンボールか。たまに映画見たりするけどな、ドラゴンボール。でも昔のは見るな、映画だったら、ドラゴンボールは。この一番最新の映画、超いいけどな。超ブロリーやろ。面白かったよ。ブロリー。いや、動きすぎて、ちょっと感動するまである。ストーリーとかもどうでもいいからさ。その辺あれでも すごいね、殴り合いだったね、あれ。戦いが結構感動しちゃった。はいはいはい。それ面白かったよね。はぁ。これ何のラジオなの？ドラゴン、ね、ほぼ漫画の話になってる。男の子が楽しい。漫画ラジオ。そう。ラジオ。あ、そういうラジオなの。さ、序盤にミニ四駆のケースの話してるからね、もう。ケース。あ、でも共通の話題結構あるんじゃない別に。そうね。大体男の子が。サブカル寄りの方になるよね、結局。うん。まあ、一応あるには3人のうち1人黙ってな、4人中1人黙ってるぐらいはいいんだろうね。そうね、それぐらいで、うん、なるべくさ、うん、ここでスポーツの話とかドラマの話とかあんましないようにしてるもん。まあね、ああドラマの話とかそうか。あ、ドラマは俺も見ないからな。そうだね、ドラマでも見るけどな。うん、そう2人だよね。ドラマ好きなんだ。大好き。へえ、いいやつはやっぱ抑えてるよ。へえ、見てんだな。テレビとか見てるんだな、ちゃんとな。テレビしか見てないからね。そうなんだ。テレビ見ながら飯食ってる時間が一番幸せな感覚がある。テレビは見るけどドラマは見ないんだよね。霜降りのせいやの髪が抜けそうになった話とかしたかったさっき。あドラマ そのシーンだけ見た。髪抜けるって思いながら見た。そうそうそう。せやで、そう、最後サーベイ、あんなにハゲ気にしてんのに、すごい時間かかってるからな、あの髪まで。そう、俺お母さん黙っちゃったじゃん。たまにしか見ねえ。いやいや、違う、あのね、これでもちょっと勘違いしないでいただきたいのが、うん、あの、今日話に乗れなくてつまんないわけじゃないんで、聞いてる側に回ってるって思ってもらうし、ね、それ言われんの？聞いて、言われんの？高橋さんはさ、聞いてて楽しいの？うん、全然興味がないだけ。つまんねえじゃねえか。興味ねえ。絶対つまんねえじゃねえ。あとちょっとサボってるだけだよね、すべてね。あ、でも喋らなくてもいいから。黙っててもいい時間。高橋さんが好きなドラマないの？好きだったドラマとかさ。俺昔ね、あのね、うん、あれ。東京ラブストーリーあるんだ。違う、あのね、三上博史が出てたあのチャンスっていうね、あのドラマが超好きだった。何ピンとこねえ。全然ピンとこねえ。25年ぐらい前、あのね、三上博史が本庄裕二っていうアーティスト、売れないアーティストの役で出てて、実際に本当に歌も歌ってんだよ。へえ。でそれが桜庭雄一郎みたいなもん。
めっちゃ売れ、全然売れないんだよ、本当に。売れないんだけど、売れない中で営業して、最後は感動 の, あの曲を1個出して、で、それがまあ、だなんつうの、大成功して終わるみたいな話なんだけど、そう、しかもその歌も売れたんだよ、そもそも。もともと久保田敏信かなんかの歌。三上博ってどれぐらいの人が分かってんだろうな。あ、三上博も分かんないよな。三上博、ここ何年も出てないもん。芦田愛菜ちゃんか誰かのさ、なんか、うん、子供たちがいるところの、ね、うん、ドラマに出てたよ。三上博士はもう分かんないじゃん。よく覚えてるな。鈴木梨央ちゃんから、うん、出てた。詳しいの。よく名前覚えるな。すごいな。ね、1個前の下町ロケットの人だよね。三上博士？ワウワウの。ああ、そうかな。あ、そうだよね、確か。あ、それで見たこと、多分そうかも。この三上博史が出てる世に見よ奇妙な物語で懲役30日ってあるの。あ、あの人そうか。ああ、それ見たことある。有名だな、知ってる知ってる。俺でも見たことある。あ、俺も見たことある。この人だね。この人だね。これめちゃめちゃ面白いよね。懲役30日。ちょっとゾッとする話で。ミニオン、ちょっとミニオンクロケース。ドラマっていうか、あ、そう、三上博史で思い出したけど、あ、うん、三上博史が出てた昔、クジャク王に出てて、映画の。クジャク王の役で三上博史だったけど、その続編が、なぜか阿部寛に交代になったんだよ。で、阿部寛といえば、俺トリックが好きだった。あ、トリック。あ、来た、来たじゃん。トリックは面白かった。トリックはもう大ファン中の大ファン。映画も見たし、ちゃんと。それ見てたな。あれ、見てほしいよね。え、そんなに見てない。あれむし、さっきの、うん、誰も触れてないけど、婿殿の話、誰も触れてなかったから。お前分かってんだろ、拾ってよ。桜庭雄一郎の話。これ誰も触れないんだろうなって。あの、歯ブラシの、歯ブラシのやつ。歯ブラシのやつ桜庭雄一郎。桜庭雄一郎それ分かんないな、俺。分かんなかったな。あの、あれよ。これ、永瀬くんがやってたよ、ね。そう、永瀬くんの主演のドラマで、役の中で歌った曲が実際に結構売れたっていうやつ、うん、一人ぼっちの歯ブラシだ、一人ぼっちの歯ブラシ、懐かしい、そう、懐かしい、俺知らないなそれ、向こうのちょっとさっき寂しかったのに、ね、うん、いや、もう久しぶりに本当に桜井雄一郎スーンって撮ってたもんねこれ拾え、ちょっとわかんない、拾えなかったもんね、ちょっとわかんないわ、よく拾えんな、気温はそれが。よくわかんない。昔の、買ってみたりするからね、割と。うん。昔のドラマ、そう、一つ屋根の下とか、あの辺から、昔の。ああ、あんちゃん。江口洋介、そうそう、江口洋介だ。うん。福山雅治が大ブレイクしたきっかけになったっていう。うん。あれとかいい話だったよね。あんちゃん。あんちゃん。江口洋介ね、変わんないよね。あの人、見た目変わんないね。ずっと奥さんもだけど奥さんもね俺だから幸せだっけ、うん、江口洋介変わんないよねって話マジでおじさんみたいなこのラジオ大丈夫なんだよこの動画ひどいぞいやでも雑談だし雑談をしたんじゃないなんか本当に雑談そう2個見つけたからねなんかオフの雑談って感じの話した気がするオフの雑談だから江口洋介江口洋介じゃないよあじゃあもういいか江口共通の話題見つけたねそうだね見つけたわ、うんうん、これから増えますね、うん、ミニオンクのケースの話が増えます、ねうん、ミニオンクのケースとそう懲役30日の話井口洋介変わんないっていう実況中に好きあらばねじ込んでいかないと俺井口洋介変わんないよねちゃんと共通の話題だからこれは拾わなきゃダメだからねじゃあ、うん、ゲーム展開とかずっと同じだったらうん何これお前井口洋介じゃんどういう状態だよ変わんないなよってずっと変わんないなんかミスったりしたらお前懲役30日だろドってなるよねドってなるああなるほどドってなるよね身内ネタなかったもんねミニオンのケースちょっと難しいな難しいな難しいな使いどころがねかっこいいもの見たらもう全部それで言っていいんじゃないそうだねミニオンクのケースじゃんこれミニオンクのケースに入りそうだなっていうなんかアイテム取った時とかに何でもいいじゃないですかそうあ終わりだ終わり終わり終わろう終わろう